朝一から失礼しました。大丈夫そう？今スパイファミリー見てた。私は今ね、NGT48 の藤崎美優さんのショールームを見てるよ。かわいい。顔がめちゃくちゃ好きなんですよね。3時間で起きて大丈夫。寝れなかったんだよね、その後。まあ大丈夫でしょ。最悪昼寝すればいいし。今携帯で藤崎美優さんのショールーム流してる。マサさん、花束ありがとうございます。でさっきまでご飯食べながらコナン君見てて、でも食べ終わって暇だから配信でもしとこうと思って、多分夜も普通にすると思うし。ツイートしとこうかな一応。今日で930だね。NGT48 の声 DMM で、あ、私他のグループの DMM は見てないな。ちょ、誰だ HKT の栗山里奈が、栗山里奈が配信見てるってコメントしてるの誰だ。やめろ、恥ずかしいわ、気まずい、絶対やめろ。夜勤終わって帰ったタイミング、あ、本当、ヤッホー。そういうコメント一番何が気まずいかって、あ、気づかれた。そう、今さコメントさ気づかれたけどさ、これ何が一番気まずいかって、この誰々が見てるよって言われたのに対して誰も気づかない時が一番気まずいからね。やめてくれ、そういうコメントをするしに行くの恥ずかしいかな。 NGT48 の藤崎美優さんの配信みたいな、かわいいか、結構顔が好きで、そのシャーベットピンクセンターやった時に知ったんですけど、かわいくて普通に好き。ツイッター相互フォロー。ぬいぐるみ隊長さん、今ありがとうございます。嬉しいけどさ、ね、気づいてもらったくらいいいけど、これコメントしたのに気づかれなかった時一番気まずいから、コメントしないで長見てるって。HKT メンバーならまだしも。ゆうみん HKT ですけど、あ、そうなの。確かに、そっか、え、ドラさんドラさんの人だっけ。だからさっきミュンミュンって言ってたんだ。お会いされたことないね私。あの外部に基本あんま出たことがないので、他のグループさんと一緒になる時がないんですよね。ちょっと悲しいんですけどね。ニックネームさん、ほら、ありがとうございます。そうなので、顔がすごく好き、かわいい。しかも手足バレ投げ。足めっちゃ長いの、やばいよ、足めちゃくちゃ長いの。グッチーさん、今ありがとうございます。じゃあミルクココア、朝っぽくね。最近これめちゃくちゃ美味しいのに気づいて買ってるよ、セブンに売ってる。明日は祈願中して、ありがとう。気をつけて走りますよ。ここはうまそうだ、これ美味しいのよ。私はセブンにあるのしか見たことないけど、これ美味しいよ。
気温5度やばすぎ気温5度寒すぎじゃない。うまっ。作って飲んで、でもアイスだからホットじゃないから。明日はライブパフォーマンスは残念ながらちょっとないんですけど、まあ走ったりいろいろ他にもちょこちょこありますので、まあ良ければ応援に来ていただけると。え、NGT さんのさ劇場にさ出張公演行ったことあるっけ？私は多分ないんですけど。そう、ないんですけど、え？待ってよ。HKT、 あ、 HK 上がるんだ。初めて知った。私行ったことないもんな。かなちゃん見せてる。仕事頑張る。いってらっしゃい。頑張ってこい。そして口内炎が痛い。今日も今日だと口内炎が痛いぜ。配信終わってた。悲しい。気づいたら配信が終わっちゃってた。これ去年 GU で買ったやつ。お仕事のためにお仕事行っています。いっぱい働いてこい。いっぱい NGT 劇場一緒のプロジェクションがすごいってみんな言ってた。私ね、NMB さんとこしか行ったことないんだよね。あとノーパルであの AKB さんの劇場行ったんだけど、それ以外行ったことなくて。NMB さんもなんかあれだったよね。電球系のそのなんかライト、ライトっていうのなんていうの？プロジェクションみたいな、そんな感じじゃないんだけど、なんかすごい後ろが電飾かなんかで綺麗だった気がする。思い出がある。あんま良くないんですけど、禁止条例、AKB さんの禁止条例を YouTube で載せてる人がいて、昔のなんか AKB 劇場の禁止条例の AKB 参上の演出かっこいいなと思って。最初のちゃんちゃんちゃんのそのなんかこう網網になってるところの後ろにみんなが立っててこうやってするやつお仕事行ってきます。いってやー。なんかさ、人間ってさ時間を決められてるとさ足りないって感じる生き物なんだなって思って、なんかこの前のイベントでさ、なんていうの、そのイベントの時でさ1日3時間で決まってたじゃないですか。普通に考えたら1日3時間配信するなんてまあまあバカ長いじゃないですか。なんですけどイベントの時はマジで短く感じるんだよね、私的には。逆にその配信のための日程を組んでるから、配信をしない時がめちゃくちゃ暇で、むしろ何すればいいんだろうみたいな。寝るのは寝るのでなんか起きれなそうで怖いし、なんか何すればいいか分かんなくて。私結構暇な時こうやって配信始めたりするじゃないですか。たまになんか暇だからとかいうわけ分かんない理由で。
なんかさ、その暇な時間に配信ができないってなると、私何で時間潰していいか分かんなくなっちゃって。そう、5時とか、そうそうそう、よくあるじゃん。でもさ、3時間今配信してくださいって言ったら普通に嫌なんですよね。長いじゃん、何もすることないし、何をしろって言うんですかって感じじゃん。今日働いた24日、くにょちゃん会うまでだか休みだから頑張ってくる、いってらっしゃい、いってこい。そう、逆に困るのよ、時間が制限されてたら。イベントはね、何が大変かってね、まあ確かに朝起きるのも大変なんだけど、メンタルやられるよね、普通に。あ、追い越された、あ、またもうちょっとで起こせるのに、あ、また離されたとかで、なんかそのさ、そのこの接戦具合がさ、すごいメンタルやられるんだよね、配信って。行きたくないけど労働してくる、行ってこい、お金を稼いでこい、高津のお金を。ね、お互いだよね、お互い。なんかよし頑張って星投げたぞ、お、追い越したぞ、あ、また起こされたみたいな。あのやり合いめっちゃだよね。ちょっと汚い話していい？汚い、そんな、まあ、人間誰でもあれだから汚いって言われるのちょっと困るんですけど、多分食べ物食べてる人ちょっと一旦音下げてね。人間でさ、口をこう喋ってたらさ、ちょっと中でさ、唾液が出るじゃない、溜まるじゃないですか。でさ、飲み込む時さ、私ベロ痛いからさ、今口内炎でこう、なんていうの、痛くて飲み込むのすら痛いんですよ。今飲み物飲んでるのすら痛いし、普通に飲み込むっていうもう行為自体が痛いんですよ。だからごめんね、もし私の口からもしこう垂れてきたらごめんね。そんなことはないんですけど、私何より嫌いなので、口の中に入れたものが表に出てくるっていうのが何よりも嫌いなので、多分大丈夫なんですけど、もしもそんなことが起きたらごめん。その時はあのセルフモザイクかけるから。これ、ないない、かんがか、はい、はい、めっちゃでかいよ、ベロにできる大きさじゃないのよこれ。え、何これ、大丈夫これ、悪化してないよね。普通に痛いのよ、痛いとか言っちゃダメだよね、痛いの。みんな、みんなベロの口内炎がすごく痛いの。でも最近なんか口悪いの治さなきゃいけないってちょっと思った。最近口悪すぎて、口が悪いの治さないと品がないと思った。なんか品がない、なんて言うんですかね、品がない。別にその自分の個性をなくす、なくなるとかそんなのなんとも思ってないんですけど、なんか普通に女性として品がない。危ない、今品がねえって言いそうな、多分危ない、こういうとこ、こういうとこ、こういうとこ、品がないと思って、やっぱこう素敵なね、素敵な年齢を重ねて素敵な女性になるためにはやっぱり口が悪いと品がないじゃないですか。だから口をよく、口をよく言ってる、なんか違う、なんて言葉遣いを綺麗にしたいんですけど、何せ21年間この口癖で生きてきたわけですよ。治らなそうじゃないですか。なちゃん、直せないかも。いや、そうなの、なんかね、別に口が悪いところも好きだよってみんな言ってくれるから、別にその
なんかアイドルとして良くないから直そうとか、なんか別にこうアイドルらしくないから直そうとか、そういう意味じゃないのよ。でももしさ、例えばだってアイドルのうちは、例えばさ、ファンの人が逆にそういうとこがなんか稲ちゃんっぽくて好きって言ってくるかもしれないけどさ、いつかこうさ、アイドルじゃなくなった時のさ、こういつかアイドルじゃなくなった女性として見た時にはただの口が悪い女になっちゃうじゃないですか、今のままだと。さすがに例えば全然知らない大人の方とお話ししなさいって言われた時にそんななんか口が悪いことはないですけど、そう思わぬとこで出るじゃないですか。さっきまでそうなったでしょ、ギリギリセーフ。やべえ、そうだよね、やばいじゃなくてやべえって言っちゃうんです私。でもリコピさんって、やばいって言うんですよ、もしやばいって言うときは。やばいマジみたいな、やばいって言って、でも私やべえって言っちゃうんです。よくないよね。綺麗な言葉遣いって難しいね。難しいですわね。いや、公演 MC は別に猫かぶってるわけでもないし、逆にだからなんていうの、公演 MC とかの言葉遣いは大人の方向けというか、まあ別に良くはないけど配信ほど悪くもないから。でちゅはそれあれじゃない、ハム太郎のリボンちゃんじゃない、ハム太郎のリボンちゃんではないのでしょうか。でも MC もあまり綺麗な言葉すぎてもなんか面白くないのではないでしょうか。なんとかなのでしょうか。全部そうなっちゃうね、なんとかなのでしょうかとかなるとさ、全部そうなってしまいますわね。難しいですわ。ないのではございませんこと。クリナらしさが半減しないであろうか。いや、ない。そう、ではお綺麗な言葉を使いながらちょっと寂しいなって思ったことをお話ししますわ。幕張の亀戸席で私のファンの方がカメラで写真をたくさん撮っていただいて、撮ってくれていたのですけれども、そう、たくさんね写真を載せてくださっていたのですけれども、その方が載せてる写真を見に行ったら、私より他のメンバーの写真の方がたくさんあった時が少し悲しいなと思いましたわ。ちょっと難しいですわね、この言葉遣い。まあ角度の関係だったりとかありますけれども、なんかちょっと寂しかったですわ。そう、これに関しましては嫌だったことではなく、こう寂しかったことですので全く苦情ではございませんし、しょうがないというのも十分私承知でございます。ですのでそんなに落ち込まないでいただけるとありがたいですわ。まあできれば他の子は一枚も取らずに私だけを撮っていただけると一番ハッピーなのですけれども、さすがにカメラ席の値段私がねチケットを払って差し上げたわけではないので、こんなことはちょっと言えないので、
できればね、私を多めに撮っていただけると嬉しいですわ。よそ行きのクイナの喋り方ゾワゾワする、なんてことですの。ゾワゾワするとはなんてことですの。私いつもこういう喋り方の女の子ですわよ。生々しい感じ好きですわ。あら嬉しい。カンニング栗山と言われるのは私すごく嫌なので、ふつふつと腹の底から、あ、お腹の底から怒りが湧いてきますわ。できればやめていただけると嬉しく思いますわ。ただいまただいまお腹のことを腹と言ってしまったこと、お詫び申し上げます。そして今配信に来られて戸惑っている皆様、私今綺麗な言葉遣いにしようというね、配信をしております。テロップに書きたいと思いますわ。なんで書きましょう。綺麗な言葉で話しますわ。仕事に行ってくれるということで、いってらっしゃいませご主人様。あら、ごきげん、あ、ごきげんよう。あ、前髪がとってもおかしいですわ。私本日とっても串カツが食べたい気分ですわ。今はちょっと変だけど、なんてことですの。変とは何事。ド M 気質のファンたちが引いてしまう。まあ大変、お黙りなさい。今日もご機嫌うれしゅうございます。あ、ご機嫌よう。勝手にド M にせんのなんて。マロテとは何でしょう。私ちょっとマロテとは分かりませんわ。高秀様、お芋ありがとうございます。頂戴します。おはよう、ごきげんよう。ココアがとっても美味しいですわ。夜勤明け。あら、お勤めご苦労様です。ただのお魚様、結婚して頂戴いたしました。申し訳ございません。私結婚とはちょっと、結婚はちょっとお断りさせていただいてますの。最近髪の毛がまた伸びてきた気がしますわと自分では思うのですけれども、なぜかこの前幕張のコンサートでメイクさんに髪の毛をしてもらおうと思っていたら、あれは誰でした？あれは誰でしたでしょう。髪の毛切った？って言われまして、切
切っておりません。髪の毛も切ってませんし色も染めてませんが、なぜか私の髪の毛気づいたら短くなっているようです。なんででしょう、抜け毛でも最近抜け毛が進行してきたのでしょうか。困りますわ。配信ルーム間違えたのか。何よそんなご冗談を、やめてくださる。朝から孫悟空様500回目の訪問誠にありがとうございます。そろそろ私このおしゃべり疲れてきましたわ。やるでもないことをするのはやっぱり良くないですわね。働いてまいります。労働へ行かれるのですね。お体には気をつけていってらっしゃいませ。ご主人様、ココアの食レポお願いします。よろしい、いただきます。残りがもう少ないのです。そうですね、とっても甘くてココアのこうふんわりとした優しい風味、あと約1分ですわね、この魔法が解けるまで。川平ひじり様が希少になられてますわ。朝ごはん様かわいい、誠にありがとうございます。とっても嬉しいですわ。終わるの残念、しょうがないですわ。私もこのキャラを続けるのがしんどくなってまいりましたの。あと15秒ほどですわ。どうしましょう、魔法が解けてしまいますわ。終わった。でもなんか癖で終わりましたわって言いそうになっちゃう。おはようみんな。え、何かあった今のまでの間に。私記憶がないんだけど。マサさん花束ありがとうございます。まあ一家さん100回目の方もありがとうございます。この辺絶対リコちゃん絶対やだな。リコピさんだけには見てほしくないな。パジャマ色違い持ってる。あ、マジ？イエーイ。でも言葉遣いをきれいにすればいいってことだから、お嬢様じゃなくてもいいもんね。グッチーさんいいね、ありがとうございます。双子の上品な妹さんが帰ったの。誰のこと？そんなのみんな知らない。私は一人よ。私は一人よ。どういうことなんだろう。金木犀咲いてます。金木犀そんなに私得意じゃないんだよね実は。みんなこの時期になると金木犀すごい好きじゃないですか。金木犀の香りのものめっちゃ探してるんだけど、あんまり私金木犀得意じゃなくて、なんか普通に田舎なので私が住んでるとことか特に普通に金木犀咲いてたんですけど、近所の人の家のとこに。
あんま好きなわけでもないし別に嫌いなわけでもないみたいな、強いて言うならちょっと苦手めかな、濃い匂いだと。別にそんなに金木犀好きじゃないんだけど、みんな金木犀金木犀って言うから困ってる。こういう曲にもある、あれ金木犀ふんふんふんみたいな曲、あのザライブで歌ってた曲。その曲なら知ってるかな。この曲いい曲だなと思ってた、ドライブの時に。くしゃみと鼻水でつらんどうにかしてください。両方にティッシュ詰めればいいんじゃない、ワンちゃん。歌声も綺麗ですけど、本当歌あんま歌ったことないけど、いや歌ったことはないことはないけど、配信では微妙だな。キサミとたちもう抑えるのよ。もう口内炎が痛くて普通に歌の方が歌いやすいんじゃない。でも昨日ちょっと歌ったけど、なんかでも自分の歌を客観的に聞くのが嫌いで、自分の歌ってるやつ、まあ、DMM とかでは見ますけど、あんまりあれでは見ないか。 DMM で配信見ようかな。最近私が出てる公演結構多いよね多分。今何がある、何があるか全部あるが、パジャドラ24に次出るけど、あ今博多レジェンドが振り返り配信としてあるね。リバイバル多いな。一番私が出たの最新あれか、10月3日の禁止条例か。ああ私がなわけねえわ、間違えた、なわけないね、うん間違えましたそんなことはない。10月9日逆に3日は出てない時。初見さん、うすしおさん、ありがとうございます。 DMM カメラが抜いてるのに気づくの早いよね。なんとなくね、リハーサルとかでここでね抜かれるってなんとなくわかるんだよね。パジャドラ出たいな、楽しいしな。ご機嫌なな、恋の甘いと久しぶりの海なのに26禁止条例ある。26？ 私それ出るっけ？
いや出ないな、私鼻矯正するわその日。そのチームで卒業できてよかったってミュンの言葉。そもそもミュンちゃんはすごいチーム T2 が好きだったから、まずね、その組閣とか組閣じゃないとか関係なしに、あの人はすっごい T2 が好きだったから。なんかでも幕張の時、全く関係ないんだけど今のチームの話と全く関係ない、幕張の時のなんだっけ、君好きかなんかで花道いる時に LINE ライブ抜かれそうっぽくて、私抜くのみたいな、そこ、いや嬉しいよ、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、抜かれることがなすすぎて、基本そういう全員曲の時にびっくりしちゃった、それ見て。10月10が最新歌だし、そっか9、10で私4公演出てたんだ。今のティーズは卒業したかったってミュンの言葉が今伏線みたいに聞こえる。まあ確かにね、確かに今聞くとそうだよね。なんとなく感じてたのかな、卒業じゃない昇格がありそうみたいなの。預言者ミュン預言者なんかかっこいいな。なんか後輩とさご飯に行きたくてさ誘いたいんだけどさ、若いメンバーはさ多すぎてさ、基本なんか学校じゃないですか、誘いづらいんだよね。私断られるっていう声がすごく苦手なので、昔から、まあしょうがないんだけどさ、だからなんかさこう誘ってさ、今日学校なんですって向こうもなんかちょっと気使うじゃん、先輩から誘われて断るのもちょっと気使うかもしれないし、いやなんか誘えないんだよね、なかなか行きたいんだけどね、そろそろ一旦幕張り終わったし。配信楽しく仕事行けない、行きな、仕事は行きな、大事やで。私なんかご飯ってさある程度の関係性っていうか、そんなさ深い仲じゃなくてもさ、まあなんかよく話すとかそういう人じゃないですか、いきなりなんか先輩に誘われてもさ、なんでってなるじゃないですか。なんかなんかどこから誘っても怖がられないかなっていうのが心配。そう同じ大分のハンちゃん、そうなんです。だからなんか私がちょっとムカついたのがまたムカついた話なんですけど、次はムカついた話だから分かんない。この中にもしそのコメントがいる人いたら、私そのコメントにムカついたってことだからね、心して聞きな。ハンちゃんが指原さんと写真撮っててそれ載せてたじゃないですか、ツイッターに。それに指原さんが返事してて、おいだ盛り上げてねみたいな、なんかハンちゃん頑張りますみたいな、
指原さんにお返事をしてて、そのハンちゃんのやつに対してなんかクイナさんを追い越せるように頑張ってねみたいな、なんかクイナちゃん追い抜けるようにお仕事もらえるように頑張ってねみたいな書いてる人がいて、いや一緒に頑張ってねでよくないみたいなえなんでみたいな、ふみさんほらありがとうございます、なんでそこでなんかさ追い越せるとか追い越すようにとかさ、なんかそういう一緒じゃダメなの一緒に盛り上がっていこうでじゃダメなのって思って、え何私は邪魔者なのその人にって思って、なんかちょっとムカついたなんかちょっとムカつきました。なんかその人にとっては私は必要ないのかなって思いました。普通にちょっと嫌だったちょっとムカついたそのコメントに、なんでそういうコメント、なんで そういう風に別にやらなくてよくないみたいな、一緒にでよくない、なんでわざわざ追い越したりとか、なんか一緒に、例えばそれがさなんかなんていうの、一人しかできない仕事というかさ、なんかだったらまだわかるけどさ、大分のさ人は別に私だけじゃないしさ、私だけ間違えた、ハンちゃんだけじゃないしさ、絶対一緒にやった方がさ絶対もっといいわけじゃん。そう、サガーズみたいなさ、そうなんかちょっとムカついたその書き方しなくてよくないみたいな、いやーね、まあ私のことが嫌いなんでしょう。まあ頑張りますよ私も。あこれハンちゃんには全く怒ってないからね。ハンちゃんは普通に可愛くて好きよ私は。ドーナツの指輪くれたし。あベイさんほらありがとうございます。ドーナツの指輪そこにある置いてるちゃんと。話し方もらった、え戻ったよ、ほらテロップ書いてないでしょ、疲れたのよ、疲れたから8時になった瞬間戻したのよ、まあ人生かね、ありがとう。確かに何でもね競争は大事だけどね、48グループにいる限り何でもね競争ってしなきゃいけないのはそれは分かるし、確かにそういう考えになっちゃうかもしれないけど、同じその県出身の人で同じ県を盛り上げていこうっていうね考えになればいいよね。ドーナツ食べたい、わかる、めっちゃ私も味噌食べたくて今日買おうか迷ってる。あけみさん芋ありがとうございます。あーこんなに当たった、ココアが痛ぇ痛ぇとか言っちゃダメだね、痛い。高秀さんカート100個ありがとうございます。多いじゃない秋の味覚、なんだろう、柚子、でもなんか椎茸もキノコだしさ秋な感じしない、椎茸も秋じゃないの、渡辺通りのアイムドーナツ
なんかひろなさん行ってたとこかな、アイムドーナツ。なんかインスタ載せなかったっけ、アイムドーナツ福岡。アイムドーナツって書いてるけど、私ねあんまりドーナツがそんなめちゃくちゃ好きなわけじゃない。水のポンデリングはすごく好きなんだけど、普通のドーナツっていうものはそんなに好きじゃなくて、多分こういうとこだとパサパサしてないんですけど、ドーナツってやっぱどうしてもパン生地とかだからパサパサしてるイメージがあって、私パサパサした食べ物嫌いなんですよね。クッキーとかも最近あんま食べれなかったりするんだけど、そうだからちょっとね迷ってる。あいた、行列がえぐい。じゃあ行きたくない。行列えぐいなら行きたくない。私並びたくない、寒いし今の時期。湯布院行きたいんだよね。私もなんかカフェとか将来開きたいんだけどね。ドーナツ屋さんしようかな。でもなんかそういうなんか一個のものに絞ったとこってさ、ブームが過ぎちゃったらおしまいじゃないですか。カンパン無理だね、無理だね。湯布院行きたい。あ、なんかできてる。え、なんかできてる。なんだろうこれ。うん、なんかニキビになる前のものみたい。あら、明日イベントなのに。うん、なんか赤くなっちゃった触ってたら悲しい、やらかした。今日こそおでんが食べられたらいいな。神崎雅香さん、かわいい、ありがとう。あれ言ったっけ、ソロコライズだけで200種類ある専門店。マジすごい、危ない危ない、すげえって言ってるのだ、すごいって出てきてよかった。ニキビは10代まで、あれでしょ、なんか20代は吹き出物っていうらしいね。そんなものを知るか、私だってニキビじゃない。大根派、卵派、それともこんにゃく。私大根だね。こんにゃくあんま好きじゃない。ポトフ食べたおしゃれ超おしゃれじゃん。あったかな、私冷凍のあれだよ、レンチンするグラタン食べたよ、エビグラタンスーパーで3つ入りとかで売ってるやつ。私でも串カツがめちゃくちゃ食べたいの、本当に。串屋物語とか行きたい気分。でもなんか串屋物語ってさ、一人で行くものじゃないじゃん。なんか前日から約束してないじゃん。基本的に誰とも行けないイメージがあって。カカさん200回目のおめでとうございます。グッチさんありがとう、ありがとうございます。なんか仕事行ってきます。寺
石山の語り一人で行ったし行けない、いや行こうと思えば行けるけどなんか行けない、片焼きとか渡辺の串し、あれが食べたいの。私串屋物語行ってそのエリンギの串カツにチーズソースをつけて食べたいの。私それがすごく好きで、だからそれにそれを食べたいから行きたいんですよ。でも行ったら思ったより食べれないんだよね、ああいうのって。後輩はかこふちゃんです。いやしたいんですけど多分学校のメンバーが多いと思う。後輩特に。いや若い、いやでももたれるよ食べすぎると。でも今ハンバーグも食べたい、極み屋のハンバーグも食べたくて。食べたことある？美味しいんだよ極み屋のハンバーグ。美味しいハンバーグも食べたいし、美味しいお鍋も食べたいし、なんかランチとか食べに行きたい。基本のランチの時間寝てるので、だからなんかランチにあんまり行ったことがないの。でも一人でお寿司行こうかな、それもワンチャンありだな。あと2時間後ぐらいに、はっ、私が行ったお店に浜焼き食べたくて、浜焼きセットみたいなのが、でもなんかお昼間からさ若めの女が一人でさ浜焼き食べてるのさどう見られるのかなと思って、食べたいけど頼めない、恥ずかしくて。どうなんだろう、もつ鍋は一人で食べに行ったことあるから全然もつ鍋はいけるんだけど、どう思う？お昼にお酒も飲まない女の子が一人で浜焼きセット食べてたらどう？お昼から浜焼きって食べれるのかな、そもそも。来店希望日の当日21時までって書いてるけどさ、でもやっぱ夜とかかな、今日が21日か。確かにちょっと気になるでしょ、なんかちょっと気になるでしょなんかちょっとどうしようかな、それなら誰か一緒にいるときに行った方がさなんかね楽しいのかなとか思ったりするじゃないですか。しかも私結構早口な喋るのではなくてね、あ、じゃあ早食いっていうの、結構私早食いだから一人でご飯食べたときすぐ食べ終わっちゃうんですよ。なんか周りの人結構なんかゆっくりなんかみんなと楽しくさ喋りながら食べてるのにさ、なんか私だけ一人だからさすごいパパパパって食べ終わっちゃってさ、なんかあ、向こうもう帰るのみたいなの終わるのもなんかちょっと嫌だで、
迷ってる。めっちゃ早食いなの私、すごいすぐ食べ終わっちゃうから。品目何言ったらバレちゃいそうだから嫌だ、行きたいお店が。ハム焼きで会った人とはもう一生はないかも。確かに一人でコース料理行くと料理が間に合わない。わあ、一人でコース料理とか行きたい。かっこいいな、なんか一人でコース料理って。私も今日は100均に行こうと思ってます。100均でやりたいネイルのやつ買う。今何もないから、ガサガサなの表面、もう何もケアしてない。一応ネイルオイル塗っとこうかな。細いけど、今塗っても細いけど一応塗っとこうかな。一人スシローは全然余裕でいけるわ。私何回も行ったことある。私が前行ったことあるの、一人焼き肉、一人寿司ロー、一人もつ鍋、一人ラーメン、一人何があるかなと、一人オムライス。意外といけるっちゃいけるんですけど、ちょっといそのいける分には人の目を気にするので、不本意な形で一人焼き肉あれドタキャン的なやつ。仕事行ってきます、いってらー。マックは持ち帰りするかな、一人で食べるぐらいなら。あ、一人ファミレス。確かにドタキャンで一人になるの嫌だな、なんかちょっと。それなら最初からなんか一人用のとこ選べばいいなって感じだよね。一人でなんか行けそうなとこみたいな。昔は一人ラーメンの若い女の子親父ギャルって言われてたの。そうなんだ、親父ギャグみたいだね。一人居酒屋用が早かった。一人居酒屋ないな、居酒屋はすでに一人じゃいけないな。一人ボウリングない、一人カラオケはある。ご飯とパンどっちが食べたい気分ですか今。どっちだろう、うわー、どっちも今食べたくないかも。なんかどっちでもないな今。具材だけ食べたい、おかずだけ。一人分食べたら二人分の料金。マジ一人焼肉な、焼き鳥ないけどいいな、美味しそう、楽しそうだね。一人飯食べる方がマシかも。なんか一人ご飯ってでもいいっちゃいいんだけどね、ゆっくり食べるし。あと一人ママウオあるよ、一人ママウオ。中原バンディさん、ほらありがとうございます。今ネイルオイルを塗ってみた。今もつ鍋ウエストにある、ああそうウエストにあるけど、私はウエストじゃなくて大山に行きました。一人で行くとき、一人で大山に行くっていう、まさかの。なんか急にやっぱ誘ってもさ来れないじゃないですか、みんな急には。那須くん100回目のもありがとうございます。一人ボウリングで切らしながら最短プレイ時間に挑戦したばかり。それ楽しいの。
なちゃん食にこだわり、食にこだわりというか多分好き嫌いがシンプルに激しいんだと思う。よくないよね。博多駅地下の大山カウンターに一人しも、あーなんかあるね確かに。一人あそこむしろなんか一人を推奨してない。9階か10階にある大山はさ何人かで行く感じだけどさ、最近改装してたとこでも地下の大山は一人って感じだよね。私もこの前そこ一人のやつ行こうか迷ったけどなんかやめた。やめて何食べたっけ私な、何食べたっけその日。結局食べずに帰ったんだっけ。今日私ともつ鍋食べる予定です。あらいいね楽しそう。お仕事行ってきます。いってらーん。仕事戻ります。いってらっしゃい。好き嫌いって下が敏感でしょ。あそうなんだ。そんなすごいなんかいいように言ってる感すごいけどそれ大丈夫そう。まあでも何でもポジティブにね。俺も熊本にもある。あそうなの。土日にある公園の後は地下の大山で一人もつ鍋してから新幹線。あーいいね。でもなんか楽しそう。楽しい公園見てもつ鍋美味しいもつ鍋食べて帰れるみたいな。うわーここ削り忘れがある。ダメ見えないかな。あここ見えないな。あ、あった見える。ちょっと見える。ほらこの白いの削り忘れだ。最悪。女子と食べれるのが増える。あ、そうなの？大阪ツアーの帰りに新大阪の串カツ屋さんにちょい飲みしました。あ、楽しそう。串カツ屋さんって行ったことないかも。そんな串カツ自分でやるのはあるけど串カツ屋さんはないかな。お腹すきはしないけど今お腹すいたって言いそうなんだけどお腹すきは全然してないんだよな。なんだけど普通になんかランチとか行きたい。私 OL さんになってなんかランチとかその仕事仲間の人と一緒に行きたい。今日どこのランチ行くキャハーみたいなキャピキャピ OL になりたい。いつか年取るといくらでもや、あなんか痛風か。大人になれば食べれるっていうのは舌の劣化、あなんからしいね。ちっちゃい時は舌がなんかすごいあれだから苦いものとかも敏感に感じて食べれないっていうね。丸の内もなんかイメージはあるよね。確かにそうなんか行きなんかそうランチを行きたいんですお仕事仲間です。なんかなんか駅前に最近新しいカフェできたらしいよみたいな。なんかサンドイッチがすごい有名だよみたいな。なんか卵サンドがすごい美味しいらしいから今日のランチそこにしないみたい なんかそういう OL やってみたい。パクチー私 パクチーマジで無理。60歳でピーマン40歳で納豆食べるなと。ピーマンはでもいけるわ今。
そもそも、ま、昔は、まあ、食べれたかもギリ。納豆は全然余裕。なちゃん食べ物の話は楽しいけど逆に嘘でしょ。私食べ物の話そんなしてないよちゃんと。よいしょ。ピーマンとゴーヤ未だに食べられない。ゴーヤ私も苦手かも。あ、なんか目が変な二重だ今日。おしゃれなカフェ男性苦手なイメージ。あ、やっぱそうなんだ。つくねとピーマンでいけるかも。あ、つくねとピーマン中に肉詰めたらピーマンの肉詰めだね。セロリも春菊もどっちも無理だわな。苦手。私がさ最近ずっと欲しいって言ってた靴がさ、まさかのなんか特攻クローゼットに売ってたんですよ。なんですけどセレクト品って書いてて、あ、やっぱあれってセレクト品なんだみたいな、なんかちょっと悲しいのやらなんかよくわかんない感情になった。セレクト品ってダメではないけど、多分もっと安く売ってるとかあるんだろうなって思うとなんかちょっと悲しかった。椅子とかおしゃれで小さいイメージ。椅子で思い出した。私なんかさ、ご飯友達と食べに行ったりした時さ、本当はソファー側に座りたいんだけど、でもなんか友達にいいよってソファー側譲っちゃって、ソファー側に一生座れない問題なんですけど、どうしたらいいと思いますか。なんかどっち座るってなるんですけど、あ、いいよいいよって言ってソファー側座らせちゃうんですよね。でも実際本当は自分がめちゃくちゃソファー側座りたいんです。どうしたらいいんだろう。みんなソファー側座りたいじゃないですか。多分荷物とかも置けるし、もう2人とかだったら2人でソファー座っちゃえばいいのかな。キャズエビさん100回目のありがとうございます。それ男性やんか。あ、どういうこと。男性もその問題あるの。最近自分の荷物置いちゃえばいい。いやでもだから例えば荷物が多くて置けないとき、推薦コメントの通知来る。でも最近推薦コメント多分誰も書いてないでしょ。通知来ないもん推薦コメントの。このあと私は寝れるのかしら。なんかな、ツイッターじゃない、インスタ、インスタ何やりたらいいかマジで分かんなすぎる。お仕事行ってきます。いってらっしゃい。久々に布団干す。あ、めっちゃいいね。なんか寝るの。じゃあ寝てたんだけど起きちゃったんだよ3時ぐらいに。
配信11時半ぐらいになってそのまま寝落ちしちゃって、でそっから寝れなくて3時ぐらいに起きちゃって、今から寝たらでもなんか夕方とかに起きちゃいそうで、それはそれでなんかやだなと思って迷ってる。なんかでもさ、お洋服のさサイトとかそういう時見るんだけど、欲しい服がどん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 溜まってって困るんだよね。あーこれも欲しい、あこれも欲しいみたいな。でも最近結構自分で何着買ったから、あんまできればお金を使いたくなくても、でも暇な時に限ってそういうお洋服見ちゃうから結局欲しくなっちゃうんだよね。この現象マジでどうにかしたい。冬のおしゃれな服も好きね。秋服が私マジで持ってないの。お昼に30分くらい寝るだけでかなり違う、ね、30分だけっていうのが私できないんだよね。寝ちゃうのよめちゃくちゃ。最近服欲しいよくなくなった。今年から服買って寝ちゃうんですよ。マジ？それもそれでじゃない？もうちょっとよく持ちな。コスプレ買う、コスプレをさ今ドンキのやつ見てんだけどさ、コスプレってさ地味に値段するじゃないですか。意外とさ、あれコスプレってこんな値段するっけっていうぐらい意外とするからちょっと困るんだよね。セーラー服ね、1個なくしたんだよ。紺色の白に紺色の半袖のセーラー服なくしちゃって、結構悲しい。あれ好きだったんだけど、どこ行ったんだろう。職業系コスプレ、いや今回ハロウィンだからなんかハロウィンっぽいやつやりたいんですけど、なんかいいのあるかなと思って今 Google で調べてる。ドンキのコスプレってちょっとやっぱさあれなのよ、露出が激しいという、まあ、みんなは好きかもしれないけど、多分普通にマネージャー NG 食らうような感じのもあるかな。迷ってる。ガチ制服も持ってない。なくすってどういうこと？多分人に貸してからどこに行ったか分かんなくなっちゃって、周りに回って私の制服がなくなっちゃったのよ。結構悲しい。しっかりしてたのに生地も。好きなグループライン誰が持ってないか聞いてみる。確かに一旦聞くのもあるか。まあ9時になった。配信そろそろ終わろうかな。じゃあランキング見ます。13位トシタンさんありがとうございます。12位タカヒデさんありがとうございます。11位ピナピナさんありがとうございます。10位ロサマちゃんありがとうございます。9位三角さんありがとうございます。8位ションションさんありがとうございます。7位ニシプーさんありがとうございます。6位ノットさんありがとうございます。5位ショウさんありがとうございます。4位
介護の花さんありがとうございます。さん、いすみさんありがとうございます。二謎の長老さんありがとうございます。朝ごはんさんありがとうございます。HKT チェットジさん、花束ありがとうございます。三角さんありがとう、ありがとうございます。もう寝るかわかんないけど、おやすみ。すみさんありがとう、ありがとうございます。じゃあまたね、多分夜します。バイバーイ。